はい、どうもこんにちは、沖縄の鈴木です。さて、今日もやっていきましょう。スナックワールドトレジャラーズゴールド、今回はね、ドラゴン少林寺を目指そうっていうことで行ってこようとは思うんだけど、結局はい、このあたりの未解決のクエストは増えていく一方で、全然減ってませんけど、まあとりあえずね、これは終わったね。はい、行ってみるよ。クエストレベル42。不安しかないんだけどな。ああ、なんかそれっぽい服装になった。最高、いけるかな。行くぞ。おう、クエスト出発。いけるかな。チンジャオサンド、で、はい、このサンドを越えていく。お、越えてきたよな。あ、これでやっぱ倒せないし、結構きついな。はい、行こう。宝拾っての、あと俺、死神の人はなんかハテナマークがすごい出てるけど、どうした。もうここはサクサクいっちゃっていいのかな。はい、ダメ、こいつを倒す。分かった。うれよいしょ。え、いける、勝てる。やばいやばいやばい。ああ、死んでる。死んでるじゃない。なんだこれ、死で、死で、あ、まあいいや。シンデレラ隊長、危ない。よし、勝った。やっぱきつすぎる。はい、バフィオンストーンを調べてくれ。きついよ。クリアしたけどさ、懐かしいってなんで？行ったことあるの？やっぱレベル上げしないとマジでダメだ。レベル上げ、そしてちょっと装備の強化。どうすればいいんだろう。あ、目玉報酬2つもゲットした。このもんか。はい、泥棒取り逃がしたですって。申し訳ありません。ビネガー様。はい、そうですね、そうですね。暗殺のプロ誰じゃ。お願いしますよ。ふっ、名前はハテナって、ハテナ。あ、これが、すげえ。お、来た。よし。いるかな？いないのか？おい。へぇ。頭？剃ってたの？おはよう。修行ですか？こんにちは。
うん。ドラゴンナイト、なんかめんどくさそうなんだけど。こんにちは、あれ、あれ、こんにちはっす。おっす。うん、頑張るっす、頑張るっす、頑張ろう。1,2,3。ドラゴン師匠ってどこにいるんだ。あ、誰かいるけど、この人？あ、この人は？うん。あれ、チャップは何してんだ、ここで。よいしょ。うん。だよね。したくないよな。うん。あ、なんかいろいろある。ショップこっちにもあるんだ。うん。え、どんなのがあるの？ここ。なるほど。ここは？ああ、まあそういうのがあれば、それはそれで、うん、いいんじゃないですか。あとは？うん。あ、これちょっと欲しいかも。経験値アップ。うん。はい。金色のクズって何これ。持ってるからいいか。こっちショップ。はい。道具屋では何があるの？チャージクランチ。一時的にアップばっかり。ネギトロそば。なんかそれはそれで、なんかちょっとうまそうな感じも。よいしょ。よいしょ。でごわす。こっちは何？自販機。虫取り行こうって。こっち、ああ。そういうやつか。まあ気持ちは分からんでもないよ。コケコッコ。あれなんか今。あ、なんだ。出るだけか。ごめんごめんごめん、戻ろう。もう中に入ろっかな、じゃあ。向こうの国もなんか誰かいるんだけど。もういいかな、行こうかな、じゃあ。もうちょっといい装備とか武器とかあると思ったんだが、こんなもんか。てか、この中も人が多いな。分かったっすよ。行くよ。こんにちはっす。投げ出した。復讐するの？そうなんだ。そういうことか。クワバラクワバラ。まあ確かに。隣人の名前知らないわ。よし、それじゃ。
さてと、じゃあここでもう修行ということで、よかろう。修行じゃ。ここで修行を受けるんだ。どういう夢？ああ、これか。クエストレベル46だよ。ちょっと、マジできついんじゃないかな。無理だよ、絶対。無理だ、無理だ。はい。というわけで、まぁ、今回は、こんなところで一旦終わりにしておきます。ちょっと、時間が使って、せめてやっぱりレベル上げしとかないと、これきついよね。マジで辛いよ。絶対勝てないと思う。まあ、というわけで、今回は、この辺で、一旦終わりにします。まあ、よかったらね、チャンネル登録、コメント、高評価、よろしくお願いします。じゃあ、また、バイバイっす。